はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字9月号よりですね、小学3年生のこちら押し花をですね、書いて説明をしていきます。はい、3年生はですね、今月から3文字になりました。ひらがな2文字、漢字1文字ですね。はい、今月はですね、どういったところに注意して書いてほしいかと言いますと、まず、ここのですね、お、しのここ、鼻のここ、はい、広くですね、開いてますよね。まず、そういったですね、部分は広く開けて書くというところを頭に入れてください。で、二つ目はですね、鼻のここの曲がりの部分ですね。曲がりの書き方をよく練習していきましょう。はい。曲がりの書き方はですね、穂先の通るところにですね、注意して書いていきます。はい、縦を書くときは穂先はここ、左を通りますね。で、ここ曲がるときは、一旦ここの中心を通ります。そして横を書くときは穂先は上を通る。そういったところをですね、頭に入れて書いていきます。はい、それともう一つですね、曲がりのここの部分をですね、ゆっくりと筆を運んでください。角張らないようにですね、注意して書いてください。はい、それではですね、一文字ずつ説明をしていきます。はい、裏面のですね、この赤手本の書き方をですね、よく読んでからですね、書き始めてください。はい、まずおですね。はい、一画目右上がり、はい、この中心の線よりも少し右に行ったところで止めていきます。2画目縦にまっすぐですね。はい、ここのですね、結びのところを書くときには、ここ一旦筆を止めて軽く返してですね、行く。そしてここ、わかりますかね、この形、穂先が下に行ってるように見えますよね。ここですね。はい、穂先が下に行っていて、そしてですね、ここで返して、はい、ここのところは細くなるんですよね、返すところ。返すときは細くなってから、ここだんだん太くですね。そして上に跳ね上げます。で、三角目。三角目はこの右上がりの先。はい、ここに点を書いていきます。はい、ここのスペースですね。あと、このですね、結びのところを潰れないようにしてください。はい、しですね。しは頭、書き始めは強く、そして縦にまっすぐ。はい、ここで右上に払っていきます。その時にここ余白、広さを作って広く開けていきます。はい、次花です。まずは草冠、右上がりですね。右上がり、そして2画目。はい、ここ注意してほしいのは、2画目はここ横画に行くまでの間と、横画からの下は横画まで行く間の方が長いんですね。ですから下の方は短い。そういったところに注意して書いてください。で、3画目は2画目よりも右上から中心に向かって払っていきます。ここも一緒です。上の方が長くて下の方が短いです。はい、4画目人偏。人偏はこの2画目の終わり、終筆の隣から、はい、書き始めて左に払っていきます。5画目はまっすぐ縦にですね。はい、6画目、書き出す位置は4画目よりもちょっと下です。はい、ちょっと左、横に行くような感じで小さく払います。はい、7画目。はい、縦にまっすぐ。まっすぐ行くときは穂先は左側を通ります。ここ曲がります。曲がるときはここ、角の中心を通ります。はい、横にだんだん太くしていきます。で、だんだん太くしていくときは穂先は角の上を取ります。はい、ここよく見るとちょっと右上に上がってます。はい、右上に腹を上げてから上から中に向かって払って跳ね上げていくですね。はい、その時ここに広さを作って広く開けていきます。はい、ここの部分ですね、後ほどですね、書いて示しますので、よく見てくださいね。はい、それでは書きながら説明をします。
はい、まず「お」ですね、一画目、はい、右上がり、ちょっときつめに上に上がってきます。中心線のちょっと行ったところで止めて、二画目は中心線に寄せるようなところですね、ここですね、はい、横画の真ん中を通りますね。そしてここで止めて軽く返して、ここで下からこう押さえて、はい、右上がり、ここからこう太くして上に跳ねていきます。そして点三画目はこの一画目の先です、ここです、押さえる、はい、こうですね、ここの広さ、ここの広さをしっかりと作っていきます。で次、し、はい、強く押さえて、そして縦にまっすぐ、はい、ここから曲がってこう右上に上がってこう払っていきます。はい、しですね。次は花です。はい、花、まず草冠一画目、はい、横に長くちょっと伏せます。はい、次二画目、頭長く、お尻短くですね、先ほど言ってます。で内側にこう寄せていきます。三角目、頭長く、そして内側に、はい、次四角目は二角目の収筆終わったところの近く、右左下ですね、そこから左下に払っていきます。こうちょっと縦気味に払っていきましょうね。五角目はこの四角目、この長さの真ん中から縦に、はい、六画目は四画目の入った位置のちょっと下あたり、ここちょっと横に行くような感じで左払い、はい、七画目は、はい、筆の穂先を見てください。はい、穂先は縦を通るときは左側まっすぐですね、ここから曲がっていきます。曲がっていくとき中心を取ってます、先は。でここで先は角の上を通ってます。でちょっと右上に上がってから上に跳ね上げて、上から中に向かって跳ね上げていきます。はい、このようにして書いていきます。はい、おとしと花のですね、ここの間広さを作っていくということと、ここのですね、曲がりの書き方にですね注意して書いていきましょう。ここはだんだん太くしていきますので、そこも忘れないようにしましょう。はい、今日は以上です。